演舞開演。どうも本日は知らんシャトレーゼの田舎パイかぼちゃを食べたいと思います。なんで田舎っていうネーミングなんでしょう。なんか謎なネーミングですね。おっとと、崩れやすいようですね。ではいただきます。野菜が美味しいからこの名前なんでしょう。しっとりとしたパイ生地を噛み締めると中から甘いかぼちゃの凝縮されたあんが出てきました。かぼちゃの甘みが口中に広がってとっても美味しかったです。かぼちゃは体にもいいですし、お値段も結構お値打ちだったのでお得に食べられていいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。でもなぜ田舎。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。